雷さんの3分間教室だぞい。うほほーい、みんな元気してる？ところで、雨はなぜ降るのか知ってるかな？それはズバリ、雨は雲が降らしてるんだよ。で、よくわからないよね。じゃあ、わしが詳しく説明するぞ。実は、僕らの周りの空気の中には水が溶け込んでいるんだよ。お家の人がやかんでお湯を沸かすと、やかんの口から白くて熱い湯気が出るよね。そう、その湯気の正体は空気に変身した水なんじゃ。その水が変身した空気のことを水蒸気って言うんだぞ。僕らの周りの空気はそういう水蒸気が溶け込んでいるんじゃよ。夏にムシムシして暑いのは、夏の太陽に温められた海の水が水蒸気になって空気にいっぱい入り込んでいるからなんだぞ。そしてそんな水蒸気はぐんぐんお空に登っていくんじゃ。僕、水蒸気、ちょっとお空に旅行に行ってくるね。実はお空の上の方ってとっても寒いんだけど、そんな寒いお空で冷やされると、なんと水蒸気はまた小さな水の粒に戻るんじゃよ。水ってすごく不思議なやつだよね。その水蒸気が変身して小さな水の粒が集まったものが雲なんじゃ。ふわふわ、お空に浮かぶのは気持ちいいな。その一つ一つの水の粒はとっても小さくて軽いから空に浮かんでられるんだよ。でも空にその水の粒がたくさんあると、水の粒同士が合体して少しずつ大きな水の粒になっていくんじゃ。そしてもう空に浮かんでられないくらい重くなった水の粒はどうなるかな。僕、もう空に浮かんでられないよ。地面に戻ります。そう、雨になって僕らの上に降ってくるんじゃな。どうだい、わかったかな。これが雨が降る秘密じゃよ。じゃあ今日はこれぐらいでバッハハーイ。3分じゃなくても許してね。